ウォルター・アルバレスはアメリカ合衆国の地質学者。現在はカリフォルニア大学バークレー校にて地球及び惑星科学の教授を務めている。父親はノーベル物理学賞を受賞したルイス・ウォルター・アルバレズ。父親と共に KT 協会におけるイリジウムの過剰の欧州の発見と隕石の衝突による大量絶滅のシナリオを発表したことで知られる。 カリフォルニア州バークレーに生まれた。1962年にミネソタ州カールトンカレッジで地質学の学理を習得。1967年にはプリンストン大学で博士号を習得した。祖父のウォルター・シー・アルバレスは巧妙な医師であり、曾祖,祖父のルイス・ F ・アルバレスはハワイにおいてハンセン病の診断法の普及に尽力した人物として知られていた。また、 オーバーのメーベル・アルバレスもカリフォルニア州では著名な画家として知られていた。アメリカンオーバーシーズ・ペトリウム社のもと、オランダやムアンマル・アルカザフィーによる革命によりアメリカ人が追放される前のリビアで石油地質技師として働いているうちに地質考古学に興味を持ったことから、職を辞し、イタリアに渡って古代ローマ期における火山活動が人口分布に与えた影響について、 研究を行った。1971年にコロンビア大学のラモントドハティ地球研究所に移ってからは当時新しい理論であったプレートテクトニクスの知見に基づいて地中海におけるテクトニクスの研究を始めた。彼はイタリアの古地時期研究から始め新海底で形成された石灰岩に保存された古地時期反転の記録の研究に至った。 彼らの行った研究成果によって過去1億年間の地磁気年代の同定が可能になった。アルバレスとその父親、ルイス・ w アルバレスの最も広く知られた業績は、白亜紀と第三期の境界に位置する粘土層から極めて高い濃度のイリジウムを検出したことである。イリジウムは小惑星には普遍に含まれるものであるが、地表においては極めて少ない。 濃州したイリジウムは大きめの小惑星が地球に衝突したことによってもたらされ、かつそれが白秋第3期における大量絶滅の原因となったのではないかとアルバレス等は考えたのである。このイリジウムの濃州層はその後世界各地で発見された。さらにチクシュルーブクレーターが発見され、これは今では衝突事件があった証拠とみなされている。その結果、 科学者の大半が約6500万年前に起こった白秋第三期境界における大量絶滅の主な原因として衝突説を認めている。大量絶滅と衝突説の他にもアルバレスは地中海のテクトニクス、ローマ期における地質学及び考古学及び磁気相違学的な相関性の確立に寄与している。1997年ディクソン賞科学部門受賞。 ありがとうございます。